はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方をやっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、彼女の居場所というストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけで今回のストーリーは1年生編の2月中旬となっております。バレンタインの後かな、バレンタイン中みたいな感じですね。なんかこの辺です。大雑把。はい、というわけで遊び方見ていきましょう。今回はですね、 SR の倉敷と、千葉がゲットできますよというものになっております。で、素材集めて SSR にしようよというものになっておりまして、累積報酬はお小遣いがゲットできますよというものになっております。ということで、このタイミングでこのストーリーがまたボーナスできましたけれども、いや今回はねこちらまだ見てないんで、僕はちょっと見ていこうかなと思います。で、プロローグから第6話までありますので、本日は第3話まで見ていこうかなと思います。で、2話まで見てるのはおそらくなんか前昔に見てたんでしょうね。でもまあ記憶ないんで、また最初から見ていこうかなと思います。というわけで早速プロローグから見ていきましょう。8月のシンデレラ9。あ、スパイクまだ変えてなかったんですね。紐結びましょうか。いいわよ、子供じゃないんだし、それくらい自分でやる。それに自分でやらないといつか絶対緩んでダメになるから。お？ということで、なんか意味ありげなことを言って終わりましたけれども、じゃあ早速第1話から見ていきましょう。8月のシンデレラ9。てんてんてん。倉敷先輩、やっぱりここにいたんですか。最近試合前はいつもバックネット裏ですよね。悪い？いえ全然。でもどうしてここなんですか。ここからだとマウンドもベースもグラウンド全部が見渡せるでしょ。その感じが好きなの。なるほど、わかるようなわからないような。どっちよ。じゃあわかる。あは、今の新田さんに似てませんでした。最近あんた試合前でも緊張しなくなったみたいね。だとしたらそれは先輩のおかげですね。お礼言わなくちゃ。なんで私のおかげなのよ。先輩と何度もバッテリーを組んで何百何千って球を受けて、何も心配することなんてないんだなって。先輩と私のバッテリー最強なので。よくわかんないけど。あ、ダメですよそこは。わかるで返さなきゃ。私人の真似は苦手なの。おお。あ、そうだ、あの話大丈夫ですか。どの話や。うん、そうですか。先輩には助けられたわ。漁港の仕事バイトとして手伝わせてもらって。いえ、助かったのはこっちの方です。母さんも先輩のこと真面目に働いてくれて大助かりだって言ってましたよ。市場の若い人たちも妙に張り切ってたし、なんか失礼ですよね。私もいつも手伝ってるのに。何がよ。それに妹たちも先輩に会いたいって言ってました。舞妓お姉ちゃんは次いつ来るのかって、亜美と奈美がうるさくて。ふふ、お姉ちゃんね。お、嬉しそう。あ、そうだ、よかったらこの試合の後家で一緒に晩ご飯食べません。妹たちも喜びます。今日お鍋だし。ごめん、あの話今日なの。この試合が終わったらすぐに予約してあるから直接向かうつもり。何の話。先輩本当に大丈夫ですか。なんなんやろ。しつこい。私が大丈夫って言ったら大丈夫。そうですね。うん、そうですよね。あ、そうだ、今度は何。監督が呼んでましたよ。そろそろミーティングするって。ば、それを最初に言いなさいよ。あは、すいません。あ、それからまだ何かあるわけ。これからどこかに行くときはちゃんと声かけてからにしてくださいね。探すの大変なんですから。言わなくてもあんたは私を見つけたじゃない。あはは、これでも女房役なんで。いいじゃん。はいはい、行くわよ。あ、待ってくださいよ。みんな試合前の準備で忙しいと思うけど、少し話を聞いてほしい。みんなも知っての通り、もうすぐ女子野球の春大会だ。おお、春大会前ね。
今日の試合から春大会直前までに組まれている練習試合の結果を見て出場メンバーを決めるつもりだ。みんなそのつもりで頑張ってくれ。はい。メンバー選びの練習試合で先発だなんて期待されてますね、先輩。あんただって今日スタメンでしょ。まあそうなんですけど。勝つよ、先輩。いつまでも有原たち経験者には頼ってられないからね。はい。おお、いいですね。というわけで第1話見ていきましたけれども、春大会前の練習試合のお話になってくるのかな、これは。うん。というわけで、じゃあ早速第2話見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン。ふっ。ストライク、バッターアウト。先輩、ナイスピーです。ナイスピーって言う7回途中まで投げて許したヒットは3本。倉敷先輩、調子いいみたいだな。A、フォアボールでランナーを出した後でも集中力が全く途切れていないわ。きっと居残り練習の成果でしょうね。私たちの練習に付き合ったりもしてくれてるし。夏の時より球威もコントロールも格段にレベルアップしている。戦力としては申し分ないわね。夏大会の時も倉敷先輩がいてくれなかったら翼が無理をする羽目になっていた。先輩が投げてくれるから翼も東雲も柊もピッチャーとしての負担が軽減されているのは間違いないね。本当に助かるよ。それにしてもみんなどんどん上手くなっていくんだよな。なんだか、ああそれは確かにある。何？いや何でもないよ。どうした？フォアボール。どうした、チョス？ん？この回2つ目のフォアボールか。ワンアウトでランナーが1、2塁。ちょっとピンチやね。タイム。先輩、大丈夫です。球はまだ走ってますよ。今のだってバッター手が出なかっただけですよ。たまたま外れちゃいましたけど。あれ、何を？いや、またいつもみたいにこれくらいでマウンドに来ないでとか言われるかなと思ったのに。いつも言ってるもんね、それ。何？今度は私の真似？そういうのじゃないです。春大会に出たらこれくらいのピンチはいくらでもあるでしょ。私とあんたのバッテリーならどんなピンチも抑えられる。それを証明するいい機会じゃない。かっけえな。なんだそら。その意気です、先輩。自分の居場所は自分で守る。分かったらさっさと戻りなさい。かっこよすぎるやろ。相手に感づかれたくないでしょ。え、どうする監督、そろそろ交代という手もあると思うけど。他のピッチャーを試してみたい場面ではあるけど、ここは2人に任せてみよう。せやな。狙いは分かりますけど、その作戦大丈夫ですかね。あんた次第でしょ。大丈夫、きっとうまくいくわ。先輩、今日はなんだかいつもと違いますね。なんだかいつも以上にかっこいいです。バカ言ってないで早く戻る。はい。いい2人ですね。なんか牽制を入れるどころか2塁を見もしない。倉敷先輩も千葉さんもバッター集中で行くみたいね。打順やランナーの走力を考えると、もし相手チームが動いてくるのなら、ふっ、ゴー。ダブルスチール、やられた。いや、キャッチャー外してる。千葉させるか。アウト。さすがや。三塁を刺した。ひょっとしてバッター勝負と見せかけてランナーを誘い出した。先場の肩を信頼してるからこその作戦だな。いいバッテリーだ、本当に。よう考えてるわ。よし、後続も断ち切ってやりましたね、先輩。だから言ったでしょ、大丈夫だって。そう、大丈夫。きっとうまくいくんだから。おい、かっこいいやないか。というわけで第2話見ていきましたけれどもね、千葉ちゃんは結構肩がいい感じなんかな。というわけで、じゃあ本日ラストの第3話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。いいやん、調子いいじゃないか。おお、おいしいものクラブ。勝った勝った、今日も勝ってしまったね。私ら春大会もいいとこまでいけるんじゃない？あ、もう勝ったんや。私たち試合出てないけどね。ああ
それを言うな。このままじゃ夏大会と同じでまたスタンドの花になっちゃう私。これからの練習試合はみんなに出番あるって言ってたし、今日の倉敷先輩くらい活躍すればベンチ入れのチャンスもあるんじゃないかな。そうなのかな。私でも頑張ればベンチ入れるのかな。うん、かなちゃん最近頑張ってるもんね。きっと大丈夫だよ。お疲れ。おお、なんかこの3人と絡むんや。あ、倉敷先輩お疲れ様です。今日の先輩めっちゃすごかったです。特にカーブがこうグワンって感じで。あれってコツとかあるんですか？帰り道で話を聞かせてもらえたり、一緒にピョンタ焼きとか食べながら。ごめん、今日は用事があるから早めに帰らないと。なんなんやろ用事って。そうですか、残念。用事じゃ仕方ないよ。また今度行きましょう先輩。あ、練習試合がメインじゃないんだな。この後のなんか予定がメインになってくるのかな。一緒にピョンタ焼きか。同じ食卓を囲めばきっと大丈夫。あ、家の悩みかな。倉敷先輩待ってください。先輩よかった追いついた。一緒に帰りましょう。着替えてる時新田たちに誘われてなかった？ピョンタ焼き食べに行こうって。私も用事あるからって断っちゃいました。先輩と一緒に帰るって用事ですけど。バカ言ってる。へへ、なんやこの二人。そういうことなら早く行くわよ、親が待ってるから。はい。大丈夫かな。でも先輩すごいな。自分でバイトしてご両親にディナーをご馳走するなんて。おお、なんかそういうことか。ディナーに行くんですね3人で。私そんなの親にしたことないですもん。親孝行っていうか、そういう。私だってそんなことするつもりなかった。でもやらなきゃダメなのよ。なんかそんな気がしたの。自分から動き出さなきゃ何も変わらないって。先輩、これが私たちの家族の一歩になれば、何か変われば、昔みたいな家族になればって。それだけ。よそに女作った父親でも、世間体ばっか気にして見ないふりしてる母親でも、家族だから。おお、すごい家やな。大丈夫ですよ、親子なんだから。ご両親も先輩の投げたボールきっと受け止めてくれます。ボールか、これも野球部の。それじゃお店この駅だから。あ、はい。こういうこと言うの変かもしれないですけど、先輩頑張ってくださいね。先輩、はい。おお、ありがとう。え、なんでもない。気をつけて帰りなさいよ。かっこよすぎるやろ。なんじゃそれ。はい。大丈夫かな、ディナー。ほら、みんなの大好きなお鍋だよ。お肉も野菜もバランスよく食べるようにね。あ、姉ちゃん、俺の皿に椎茸入れるのやめろって言っただろ。ちょっと好き嫌いしてると大きくなれないよ。嫌ならご飯抜き。こうやって賑やかな食卓を囲んでみんなで食べると一層美味しく感じるな。あ、そうだね、賑やかな食卓か。あやこお姉ちゃん、キャッチャーミット見てどうしたの？ん？なんでもないよ、後で手入れしないとなと思っただけ。姉ちゃんスマホ鳴ってる。あれ、野球部の LINE だ。何かあったのかな。鈴若から。鈴若って言うんやみんな。鈴木のお姉さんでしょ。でもなんだろう、こんな時間に。ん？なになになに、なんかあったやん。マイコなんかあった？違う。というわけで、第3話で見てきてしまいましたけれども、なんかすごいいいとこで終わりましたね。何にもわからんまま終わってしまった。でもね、今日はね、ここまでなんですよ皆さん、申し訳ない。というわけで、3話まで見ていきましたけれども、いかがだったでしょうか。なんか練習試合がメインのお話かと思いきや、その後の、舞子が、両親とディナーに行くと。で、それは舞子が企画したんですね。おそらく頑張って貯めたお金で、このもうなんどうしようもない両親と飯に行こうと。いや、偉いですよね、その向き合えるのは。でもなんか
野球部の9にそういう連絡が来て、えって言って終わりましたけれども、一体何の LINE だったんでしょうか。 LINE じゃねえや、9か。一体何の連絡だったんでしょうかね。ということで、まあ、続きはね、次回見ていこうと思いますけれども、とりあえず今の時点で何かコメントある方、コメントよろしくお願いします。そうやな、舞子の両親はあんまりあのよろしい人たちじゃなかったよな。うん、なかなか辛いですね。というわけで、本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、また次回の8月のシンデレナイでお会いしましょう。以上、チョス南水さんのチョスでした。バイバーイ。